ナイト・オブ・アスレチックスは毎年7月にベルギー・リンブルフ州ヒュース・デンゾルダーにあるビーン・スタジアムで開催される陸上競技大会である。ヨーロッパ陸上競技連盟が主催し、ベルギーの総合銀行である KBC バンクが講演を務めている。メインプログラム、ユースプログラムなど4部構成となっており、各部ごとにトラック競技、フィールド競技の種目が実施される。 この大会では2010年にデイビッド・レクタル・ディシャが男子800メートル世界歴代2位、アフリカ新記録となる1分41秒51を記録した。また日本記録の樹立については次の通りである。2007年、松宮隆幸男子5000メートル13分13秒、22008年、早かれみき女子3000メートル SC9 分33秒932015年。 大阪すぐる男子5000メートル13分08秒 40AB ヘンドリックスイボフェノメナル141.51ホール自社員フースデンゾールダー IAAF2010 年7月24日閲覧選手名鑑松宮高行日本陸上競技連盟2010年7月24日閲覧選手名鑑早かり三木日本陸上競技連盟 2010年7月24日閲覧。5000メートル面、オフィシャルリザルトシンス21時54分、KBC 那覇と2015-2015年7月19日、閲覧。ありがとうございます。